美味しく食べながら綺麗に痩せられる腸活簡単レシピご紹介していきます。ポイントはあなたの腸内環境が整うかどうかということなんですね。で、このチャンネルではあなたが美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひチャンネル登録していただきましてご参加くださいね。では早速本題に入ってまいりましょう。今回のレシピの材料使ったのはこちら、無印良品さんの魚の缶詰の今回マグロ缶です。で、これはですね、痩せるオイル、天然のオイルが入っているんですね。 EPA と DHA と言います。で、プラスそのマグロにやっぱ鉄分も入っておりますから、私たち女性にとっても本当に味方の食材なんです。プラスここ大事、化学調味料、合成着色料、香料が不使用の缶詰なんですね。で、もしあなたがこういったものがですね、こう入っている缶詰を召し上がってしまわれると、あなたの腸や肝臓が弱ってしまって、結果あなたがこうどんなにね、こう食欲をまあこうコントロール頑張ったとしても、もうきつい運動もいくら頑張ったとしても長期的に痩せることができないんですね。そもそもその痩せ体質になることができないからなんです。なので、あなたの腸内環境や肝臓がこう元気になっていくことがとても大事で、プラス日頃使っていらっしゃるその塩とか醤油をこの塩麹と醤油麹に変えるだけで痩せることができるんですよ。これは何かと言いますと、発酵した発酵調味料なんです。で、簡単に作れますから、ここでご紹介しますね。塩麹です。私は乾燥タイプの米麹を使いますが、生でも OK です。で、この米麹が 100g に対して、天然のお塩、ミネラルがこう残ったらいいお塩ですねが 35g、 そこに天然水、もしくは浄水ですを100から 110g 入れて、その保存容器にも全部入れていただいて、1回混ぜるだけ。そして1日1回はかき混ぜてあげて、夏場でしたらまあ7日間、冬場でしたら寒いのでちょっと発酵に時間がかかりますから、まあ10日から2週間ぐらい、その麹が柔らかくなったらまあ出来上がりということですね。で、出来上がった塩麹はまあ冷蔵庫で保存していただきますと、まあ大体 2,3 ヶ月持つと言われております。で、また今度はお醤油ですね。醤油麹です。こちらも簡単に手作りすることができるんです。材料です。乾燥、私はね、乾燥の米麹、もしくは生タイプ 150g に対して、お醤油、こちらもぜひこういったのが無添加のまま使ってくださいね。 150cc をただもう混ぜるだけ。保存容器でこちらも塩麹と同じように1日1回よく混ぜてあげて、発酵を流してあげましょう。1週間から冬場では2週間ぐらいかけて発酵していきます。こちらも出来上がったら冷蔵庫で2、3ヶ月持つので、ちょっと注意してね、味見してあげてくださいね。ただこれですね、簡単に作れるんですけども、出来上がるまで結構時間かかるでしょ。それで私もよくね、時々やらかしてしまうんですけども、発酵が間に合わなくて、まだ使えない、冷蔵庫にストックもなくなってたっていう時があるんですよ。で、その時におすすめなのが、私別動画でもお伝えしているんですけども、こちら無印良品さんが作ってくださっている無添加のね、塩麹と醤油麹なんです。で、こちらはもう本当にね、国産米で作った塩麹、原材料は米と食塩だけなんですよね。で、また醤油麹も同じです。国産米で作った醤油麹、パック状態になっていて、米と醤油だけでできています。もうこういったのをストックしておかれると、いざという時のためにすごく便利ですから、おすすめなんです。で、とっても美味しいんですよ。なので、今回私は無印良品さんで購入したお魚のマグロ缶と、今回この醤油麹を使って作ってみました。では早速今からレシピご紹介していきますね。で、これをあなたもこう美味しく食べながら腸内環境を整えていっていただいて、で、どんどん痩せ菌と呼ばれるその善玉菌をね、増やすことが大事なんですよね。その時にこのオイルがね、すごく役に立つんです。さあ、では見ていきましょうね。ただしね、何でもそうですが、食べ過ぎてはいけませんね。時々その腸をね、定期的にお休みしてあげることがすごく大事なんです。その時に私がお伝えしているファスティングというプログラムを私お伝えしてるんですけれども、ご興味ある方は詳細欄に LINE のリンクを貼ってますので、そちらを使っていただいて、皆さん直接私にご質問なさってますので、
あなたも必要でしたらどうぞ添えてくださいね。では早速レシピいきましょう。マグロ缶を使ったみぞれ煮です。でもこれですね、もう本当立派なおかずの一品になりますし、あのおつまみにも最適ですから、ぜひ作ってみてくださいね。材料1人分です。マグロ、無印良品さんのマグロの水煮缶を1缶、これ 190g 入ってます。そこに大根おろしが 100g で、調味料がお水 80ml に対して、先ほどの醤油麹が大さじ1、あと蜂蜜がお好みで小さじ1杯か2杯入れられると、さらにこう美味しくなるのでおすすめです。ここで白砂糖を使わないのがポイントです。白砂糖を使ってしまうと腸内環境が乱れてしまって、結果デブ菌と呼ばれるその悪玉菌がこう増えてしまうんですよね。そうするとあなたはその太りやすいものがね、食べたくなってしまう。なぜかというと、その悪玉菌の餌になるからです。ですからあなた味覚もすごく大事ですから、ここで整えていきましょうね。では作り方いきます。作り方です。1、その無印良品さんのマグロの水煮缶と作った大根おろしの水気を切りましょう。でこのですね、無印良品さんのマグロ缶、あのハラミのあたりを使っていらっしゃるんですよね。でも開けてびっくりなんですけれども、結構こんな大きな骨がね、丸ごと入ってるんですよ。でこれ食べれるのかなと思ったら食べれます。ものすごく柔らかく煮てあるので、まあ、ちょっとそのままですとあの食べにくいので、私はあの結構ゴロゴロ入ってる、身がゴロゴロ入ってるので、しっかりあのツナ缶みたいなこうフレーク状にして私作っております。なのであなたもこう、まあ、平気な方はいいんですけれども、例えば小さいお子さんとかいらっしゃるのであれば、しっかりこう砕いて差し上げてくださいね。こう当たって痛くはないんだけども、ちょっとやっぱりこうもさもさしますので、しっかり砕いてあげてくださいね。そして2、フライパン、まあ、鍋でもいいです。先ほどお伝えしたこの調味料、お水と醤油麹と蜂蜜を入れてこう煮立たせてください。で煮立ったらそこに先ほどの水気を切ったマグロ缶を入れて一煮立ちさせます。で蓋をして、3つですね、あマグロを入れます。で3つ目、蓋をして、まあ、弱火でまあ5分ぐらい煮立たせていただいて、火が通ったらその後にその大根おろしを入れて、最後にちょっと一煮立ちさせるだけで、お好みであと小ネギですね、ここお好みで小ネギ少々を散らしてあげると、まあ、見た目も綺麗ですし、まあ、さらにこうネギの風味があって、もう大根おろしとこのマグロとネギが合うんですよね。もう美味しくって、でこの醤油麹の代わりに、実はお好みでね、塩麹でも私作ったことあるんですけども、これでも美味しい。ちょっともう少しさっぱりする感じですね。お醤油が入るとやっぱり少しこうおつまみ系に偏っていくかなと、おかず系になりますので、お好みで使い分けてみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回は美味しく食べながら痩せられる腸活簡単レシピご紹介いたしました。今後もあなたのお役立ちになりますように、こういった、まあ、腸活法であったりダイエット法であったり、さまざまな健康法をお伝えしていきますので、お楽しみにされてくださいね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。